とね、その時ああでもないこうでもないまた言うと思いますので、どうも勝吉です。今日はですね、先日この辺りでコーディネート動画みたいな感じで撮ったんですけども、まあいろいろこうまあね、洋服買ってはいるんですけども、果たしてでも実際自分自身何が気に入っているのかなっていうのをですね、改めてね見ていこうじゃないかということで、そしたら今後の買い物とかにもつながっていくのかなと思ってですね、で一応パンツ類だとか、まあ、アウター関係、あとシューズ、スニーカーですね、あとインナー関係という形で、まあ、普通にね喋っていこうと思いますよ。行きましょう。でパンツ類なんですけれども、まあ、間違いなく今年履くし、まあ、気に入っているのはリーバイスのエンジニアドジーンズブルーの570のバギーテーパータイプ、これ30インチなんですけども、やっぱりこの肩掛けでブルーで立体裁断で程よいこのワイド具合、これやっぱりね好きなんでしょうね。もう今年はねもうこれ夏もよく履いてたし、冬も間違いなく履くんじゃないかなと思います。その流れで夏そんなに履いてなかったんですけども、冬は間違いなく履くだろうと思われるのが、であと好きなのがこのリーバイスのレッドですね。リーバイスレッドのこのねもうサルエルパンツ、サルエルデニムですね。これは本当にねなんか一本履いてるだけでインパクトがある一本なので、まあ、そういった意味も含めてお気に入りですね。これは間違いなく履きますね。それから、このブラックコーデもやっぱり今年ブラウンとかカーキとかベージュとか着たいって言ってたと思うんですけども、やっぱりブラックコーデ好きなので、これブラックのエンジニアドジーンズ、これもですねブラックのエンジニアドジーンズ570のバギーテーパータイプ、やっぱりまあね全体的に太めのパンツが相変わらず好きなんだなっていうような感じですね。だから去年履いてたジョンブルのスリムパンツで膝に穴開いてるやつとかあったと思うんですけど、多分あの辺は履かないかなと思いますね。で今年は、あとねそうそう、あのこのジョンブルのトロウールのねスラックスもですね、なんか代わりのものが欲しいんですけども、これも相変わらずね気に入って履いてますし、あとは、ブルーデニム、ほんとスタンダードなブルーデニムなんですけども、これもジョンブルなんですが、この辺りはね今年ヘビロテ行きそうな気がします。なんでかって言ったらあのスニーカーを買ってるからなんですよ。であとはカラー系のパンツに関しては、僕ブラウンが今年非常に好みなんだなというふうにね思っております。これはリーのねあのダークブラウンのチノパンですね。あとは、ユニクロのコーデュロイ EZY のコーデュロイパンツでございますね。でコーデュロイももうちょっとこう腰回り大きくてタックが入って裾が絞ってあるようなものがあれば買いたいなとは思っているんですけども、なかなかちょっと自分が好きなものがないというような現状ですね。まあ言ってもねこの辺りかなり履いてるんで気に入ってはいると思うんですよ。でそれから足元なんですけども、スニーカー僕いろいろね持っていると思うんですが、去年とやっぱりね好みっていうのは変わってきてますね。まずこちらですね、もう一番最新モデルです。こちら、ニューバランスの990の V5 でございますね。これは本当ね、いろいろ合わせやすいし、買って本当に良かったし、履き心地もいいし、本当にね、満足な一足。で、続きましてもですね、こちらですね、これも満足な一足になりましたね。いろいろね、コンバースのオールスター買っては来ているんですけれども、なかなか足に合わなかった。これ日本製のオールスターなんですが、これはね、非常に足に合っていて、履きやすい。でだいぶねこう汚れてきたっていうか馴染んできた感があるので、これ育てがいがある一足になるんではないかなと思ってますし、コーデュロイのパンツだったりとかブルーデニム、あとはねこうシノケのねパンツとのね相性すごく良いので気に入ってますね。その他で言うとやっぱりこの革靴のエイドリアンも外せないし、あとはこれです。いや僕ら10代の頃めちゃくちゃ流行ったじゃないですか、ノーセーブのエスプレッソ。これはねあのリーバスレッドだとかこのエンジニアとジーンズの相性めちゃくちゃいいんで、これはもう間違いなく今年冬大活躍しそうですね。っていうか履きますね。あとはシンプルにデザートトレックですね、クラークスの。これねまたいい感じになってきてるでしょ、革のね感じがですね、スウェードの感じがですね。でこの辺りも間違いなく今年履きますね。なんでかって言ったらブルーデニムが好みだからですね。インナー関係は、まあ、シャツ類は相変わらず好きで、お誰か来た、アリエキスプレスから
荷物が届きました。で、シャツ関係は無印のシャツやっぱり好きなんですよ。今着てるのも無印のシャツだし、これも無印のシャツで、ユニクロのこのね、寝るシャツに関してはこれ一番ヘビーで着てます。ヘビロテで一番着てますね。シャツ関係はね、こういったようなこの3枚は本当にお気に入りです。あとね、インナー関係はこのボーダーも結構ヘビーで着てるし、あと最強のインナーといえばやっぱりユニクロ U のシリーズ、これがブラックのポケット付き T シャツだったりだとか、まあ、全部色違いですね。結局ホワイトでしょ。あとは、今年らしく着たいなと思う感じで購入したブラウン、この2色ですよね。このあたりもヘビーで使えるし、やっぱ素材感質感いいんですよね。これで定価が1990円かな。これは本当にコスパいいと思います。その中でね、今年ね、一番最近買ったモデルでこのタートルをね、インナーに持ってきたいなっていう風に、まあ去年はね、ハイネックとかだったんですけど、今年はやっぱタートルがいいなと思って購入して、これやっぱ質感がめちゃくちゃいいし、これに関しては本当にチノパンとかブルーデニム着て上からアウター着るインナーとしてはね、もう最適かなと思って多分着ると思います。まだ実際着てないからめちゃくちゃ着るか着ないかって言われたら分かんないけども、これはね、本当コスパいいっすよね。インナー関係はね、本当ユニクロ無印、ユニクロ U、 もう最高ですね。やっぱ無地の関係、まあ今年の夏はプリントもの多かったんですけど、まあ、今年で秋冬は無地かなと思いますね。あとは個人的にすごくね、スウェット好きなので、とりあえず今1枚だけ用意しましたけども、ネイビーの、これは GU ですね。GU のスウェットパーカーだったりだとか、あとはね、インナー関係でいくと、もっとネイビーもね、今年ネイビーコーデ、これにもうブルーデニム合わせて、もうこれでバッチリ、あとニューバランスのね、990履いてバッチリだと思うんですけども、これエンジニアドガーメンツコラボのフリースですね。これはね、買ってよかった。これは本当買ってよかった。色違いね、ブラック欲しいなと思ってはいるんですけども、どうしようかなと思ってますね。まあね、最後になるんですけれども、やっぱこれからね、冬のシーズンになるということで、やっぱアウターはね、もともと結構好きで、もうたくさん買ってきてます。たくさん買ってきているけれども、まあ今年、間違いなく着るなと思われるのが、このライダース。これナノユニバースのライダースですね。レザーのライダースなんですけども、シングルですね。これはもう間違いなく着ると思います。っていうかもう気に入ってます。これを本当に気に入ってる。質感もいいし、着心地抜群、最高ですね。で、それから、これですね。エンジニアルガーメンツコラボ。これはね、カラーがね、好きなんですよ。まあね、3色あって、まあ最初何色かみたいな感じで話したと思うんですけども、結局のところこれね、今のところ気に入ってるんで、まあブラックカーキーっていう風にね、欲しいか欲しくないかで言うと欲しいけれども、まあ、このあたりのねカラーをね、ちょっと今年はやっぱ取り入れたいということで、これは間違いなく着る、間違いなく着ると思います。あとはフリース、今年やっぱフリースね、まあもともとフリースが多分好きだったんでしょうね。これユニクロ U のフリースですね。リバーシブルのタイプ、まあ、リバーシブルって言ってもナイロンの方では着ないんですけども、このね、ブラックコーデに使えるこのちょっと大きめのフリース、これはね、まあ少しね安く買えたので良かったかなと思いますし、あとはこれはね、去年だったっけ、冬に買ってかなりヘビロテしましたね、ノースフェイスのスクープジャケットの迷彩から、これは間違いなく着ます。っていうか、このナイロン系めちゃくちゃ好きなので、まあね、GU のね、これなんだったっけ、シェルパーカー。シェルパーカーもね、よく着るんで、やっぱナイロン系大好きですね。まあ、これのね、色違いとかもあったらいいなとは思うんですけれども、そんなにね、たくさんは買えないので、まあ、このね、スクープジャケットの迷彩に関しては、やっぱり、リーバイスレッドだったりだとか、エンジニアとジンスと合わせたいなと思える一着です。あとは真冬になったらこの辺りですかね。名前がね最近全然出てこない、なんだったっけ、ヌプシジャケットだったりだとか、あとユニクロの、ハイブリッドのね、ちょっと気持ち長めのダウン、まあ、この辺りはね、着ると思います。まあ、大体ねそんな感じですかね。もういろいろこうね、着たいのはあるんですけれども、
まあ好き、まあ好きな服を着ればいいっていう結論なんですが、まあ、最近ねちょっとまたいろいろ好みが変わったので、まあ何にしようかな、やっぱこれは絶対着るなっていうのをですね、今日はちょっとお話をしてみましたという形でございます。このね2足を購入したことで結構またねいろいろな持っている服とかもガラリと印象が変わるような気がするので、まあ、そのあたりも含めてこの2足からこうなんかねいろんな感じで合わせていけたらいいかなと思います。ということで、まあ、こんな感じですね。まだまだ洋服は多分、アウターはね買わないかもしれないけども、インナー関係とかどんどん買っていくとは思いますので、またねその時あーでもないこうでもないまた言うと思いますので、まあそんな感じで終わりにしたいと思います。では本日もご視聴ありがとうございました。おかつよしでした。頑張ってみてください。ダウンもね結局これもねそんなにね着てなかったんですよ。これねめっちゃ使える、めっちゃ使えますね。